横手山、山頂横手山は、長野県下高井郡山ノ内町と群馬県東郡、中之条町との境にある火山である。標高2307メートル。上、信越高原国立公園の一部である、志賀高原を構成する山の一つであり、志賀高原の南東端に位置する。日本海と太平洋に水を分ける中央分水海上に位置する。山体は南側と西側が急斜面をなし、北側と東側は比較的なだらかな傾斜を持つ非対称の形をしている。長野県側の志賀高原は観光地としての開発が進んでおり、群馬県側の草津温泉、万座温泉と国道292号で結ばれている。この国道は横手山の南に位置する渋峠で中央分水海を越えており、これに伴い横手山もスキー場、リフト設備などによる観光開発が進んでおり、夏冬を問わず手軽に登れる山となっている。横手山の山頂は比較的平らで広く、東側は比較的緩やかな斜面だが、西側は切り立っておりその景色は一変する。南東側の一番高い場所に二等三角点があり、その近傍に、かつて山岳信仰の聖地だったと言われる、横手山の神社がある。近年は、パワースポットとして、脚光を浴びている。かつて、横手山のシンボルだった、NTT の無線中継所のタワーは2017年に撤去されている。山頂には、NTT の無線中継所の保守施設から始まった。山小屋と山頂駅のクランペットカフェがある。横手山は、志賀高原では、第2位の高峰のため、山頂は、大白檜などの針葉樹に覆われ、冬には、見事な樹氷が見られる。現在ではスノーモンスターナイトツアーも実施されている。山頂北端の横手山スカイリフト駅の2階には、展望台があり、天気が良い時は遠く、富士山や北アルプス、佐渡島まで遠望することができる。現在満天ビューテラス直下にウッドデッキが建設中である。後述のクランペットカフェには南西側にプライベートテラスが作られた。三角点のある地点からは南及び西側の眺望が利く。また、横手山スキー場の中央付近のゲレンデからは北東方向の眺めが良い。渋峠エリアから滑走中には草津、富士山、浅間山、谷川連峰、赤城山、榛名山などが望め、冬にはスカイツリーも見えることがあるという。志賀高原を訪れた晴れた日のスキーヤーは横手山を目指すと言われるゆえんである。もともと横手山はスキー場として開拓された山であり、北西側斜面には横手山スキー場、南東側に渋峠スキー場があり、横手山、渋峠スキー場横手山エリア、横手山、渋峠スキー場渋峠エリアと呼ばれる。今日でも横手山はスキーヤーの憧れの知的存在となっている。その理由としては、横手山が志賀高原内では第2の高峰であり、眺めが良いこと。頂上近くまでリフトが通じており、容易に素晴らしい景観に接することができること。また、熊の湯まで一気に滑り降りるコースなどでは、ゲレンデであるにもかかわらず山スキー的な雰囲気が、味わえることが挙げられる。横手山南東の斜面にある渋峠スキー場の最下部と群馬県側の草津スキー場や万座温泉スキー場の上端は距離的に比較的近い。そのため横手山から渋峠を経由して万座、草津方面に向かうルートは上級者が山スキーを楽しむのに好適なコースとなっている。横手山では2つのスキー場のリフトが夏季も運行されている。また、車の通る国道292号線と横手山スキー場リフトの中継点は動く歩道で結ばれている。横手山の北側は開かれており眺めが良いためか、このスカイレーターは天気の良い日は順番待ちするほどの人気を博している。またここにはユニークなカフェ、レストランが山頂付近に5つもある。スカイレーター前から順番に紹介していく。12307スカイカフェスカイレーター乗り場前の山小屋風カフェ、絶景テーブルがあり、2060メートルの地点にありながらこの地域唯一のウォシュレット完備のため女性に人気である。スキー場ホテルのシェフが調理しているのも売り、地元のソウルフード、根曲がりだけを使ったタケノコピザはここでしか味わえない。二横手山ドライブイン渋峠から横手山側に道が折れる絶景地点にある。営業日がこの中で最も少ないのが南店一のスカイカフェとともに、のぞき地区の駐車場を利用できる。サンクランペットカフェ2020年に改装リニューアルオープンし雰囲気を一新。プライベートテラスが新たに作られた。まだあまり知られていないが、足元に絶景を見ながらの独占席はすでに順番待ちとなっている。横手山頂ヒュッテは、日本一高いところの雲の上のパン屋さんを自称し、パン愛好家らが日本一高所のパンを求めにやってくるなど注目を集めている。原則として自家用車では上がれないためスカイレーターやリフトの利用が必要。五渋峠ロマンスリフトの出発点にある渋峠ホテルは県境の宿として有名。ホテルの真ん中に群馬県と長野県の県境が描かれていてインスタポイントになっている。ここも県境のパン屋さんとして手作りのパンを出している。また渋峠は日本国道最高地点のため聖地巡礼に訪れるバイク乗りたちはこちらのパン推しが多く、山に登る人は山頂ヒュッテはこの地域では最も駐車スペースがある。スキーブームの火付け役となった映画私をスキーに連れてってには横手山が登場する。主人公でスキー初心者の原田知世が急遽志賀高原から万座に移動せねばならなくなり、無理を押して上級者コースの志賀万座ルートに挑む設定になっている。渋峠ホテルには原田知世、三上博史たち主要キャストとの記念写真が飾られている。スカイレーターは1、2本で最も標高の高い屋外型エスカレーター、日本最長の屋外エスカレーター3現存する日本初の屋外エスカレーターである。スキー場の調べでは、おそらくいずれも世界一だという。スカイレーターは上り下り交互運転であるためタイミングによっては10から20分程度待つことになる。2019年7月から始まった周遊運転はコロナ対策のため現在は停止されている。スカイレーター、スカイリフト山頂の往復、もしくは渋峠リフト山頂往復、及びスーパーダブル往復プランによって全リフトを利用して渋峠山頂スカイレーター乗り場を移動することができる。ありがとうございます。